愛媛 FC442 と予想しました。ゴールキーパーは昨年に続いて守護神の辻、ディフェンスラインは右から尾崎、森下、小川、そして左サイドバックは前野。さあ一方のアウェーのブラウブリッツ秋田です。こちらも 4-4-2 と予想しました。ゴールキーパーは囲い、そしてディフェンスライン右から北九州から新加入の村松、山形から新加入の吉岡、センターバックは川野、斉藤、まあ、石丸監督も前がかりに行きたいという話をしていたんですが、さあここで抜けるか、深澤、グラウンダー入れてきた、シュートは2本目のシュートを放っていきました。愛媛入る、諸岡シュートか、シュートはどうだ、最後は中村です。ここを回収していく秋田、藤山が回収して、さあ水谷が右出しで切れてきた、さあシュートだ、ブロック、キーパーのその後前野のブロック、前野選手のゴールカバーですね、素晴らしかったです。はい、ここでまた、はい、混戦の中前に出てこぼれたんですが、そうなんですよね、はい、前野のシュートブロック。さあここでボールをつなぐ愛媛、さあ長いボールが入ってきて、ね、ここに久保田がいます。久保田、さあスピードには自信がある久保田、パットにしてからのシュートを狙っていった、今シーズンの初ゴールは新加入の久保田、自信のある形ですね。茂木選手もポジションチェンジしてからの大きなサイドチェンジ、もうここで前野選手のオーバーラップも大きいにはなるんですが、はい、久保田選手はもう決めていたような形ですね。得意のゾーンに運ん、しっかり運んで、はい、相手の届かないところにボールを置いて、狙いすましたゴールです。いやー、素晴らしいシュートですね。ヘディングシュート、いやー、ここは小川のヘディングシュートはしかしクリア、どこの辺りで作ろうかなというところを少し悩んでいるような印象かなと思います。愛媛、はい、の方は割とはっきり、さあチャンスになる、シュート、吉田のシュート、しかしキーパー辻、ボールが入ってシュート、いやー、防ぎました秋田、これが秋田の真骨頂、硬い硬い守り。さあ愛媛はビッグチャンスでしたが、秋田が守りきっています。ただ秋田の方も、まあ、吉田監督の言葉にもあるように、はい、その中に入ってくる、狙いすましたシュート、これはクロスバーの上、さあ水谷、秋田コーナーキック、ボール正面、さあシュートまでいけるか、シュート、これはクロスバーの上、ブロックしてますね、戻してクロスが入る、ブロー、これはわずかに右、このシュートわずかに右です。何人投げられるんだというぐらいのね、みんなが投げてきます。そうですね、サロンスロー入った、直接、さあ開幕戦勝ち点3まで愛媛はもうアディショナルタイムに入っています。秋田はこのまま勝ち点を取れずに終わってしまうのか、長いボールが入って、これは秋田ボール、そして試合終了のホイッスル、愛媛 FC 勝ちました。愛媛 FC 対ブラウブリッツ秋田、1対0、久保田の今シーズン初ゴールが決勝点になりました。3年ぶりに戻ってきた J2 の舞台、愛媛 FC が勝利を収めて勝ち点3、ブラウブリッツ秋田は開幕戦を勝利で飾ることはできませんでした。